1995年から1996年台湾海峡危機、または1996年台湾危機とも呼ばれる第3次台湾海峡危機は、1995年7月21日から1996年3月23日まで、台湾海峡を含む中華民国周辺海域で、中華人民共和国が行った一連のミサイル実験により発生した軍事的危機。 1950から60年代の危機と区別して台湾海峡ミサイル危機とも言う。1995年半ばから後半にかけて発射された最初のミサイルは中国の外交政策と対決すると予測されていた李登輝政権下の台湾政府に強力なシグナルを送ろうとしたものとみられた。第2波のミサイルは1996年初めに発射され1996年 中華民国総統選挙への準備段階にあった台湾に対する脅迫の意図があると見られた。この危機は1995年に台湾の李島起総統が母校のコーネル大学から台湾の民主化経験に関する演説を行う招待を受けたことにより始まった。台湾を外交上孤立させようとしている中国はこの種の台湾要人のアメリカ訪問に反対した。中国は 李登輝は台湾独立運動の考えを持っているので地域の安定への脅威であると主張した。その前年の1994年に李登輝の南アメリカ訪問抜きと上記がホノルルにテクニカルランディングで立ち寄った際にクリントン政権の連邦政府は入国ビザを求める李登輝の要請を拒否していた。李登輝はヒッカム空軍基地に足止めされ、 機内に一晩中泊まることを余儀なくされた。国務省当局者はこれを厄介な状況とし、李登輝は二流指導者の扱いを受けたと抗議した。李登輝がコーネル大学訪問を決めると、アメリカのオーレン・クリストファー国務長官は、中国の戦記新外交部長に李登輝に対するビザ発給は、非公式な関係と矛盾することになると確約した。 しかし1994年の訪問において、李登輝が受けた地辱が多くの台湾支持者の注目を集めていたため、アメリカ議会は李登輝のために動いた。1995年5月に李登輝がアメリカを訪問できる、要国務省に求める、同一内容の決議が下院では396票対0票で、上院では97票対1票で可決された。 1995年5月22日に国務省は態度を軟化させ中国はこの動きは米中関係を損なうとアメリカを非難した。李登輝は1995年6月9日から10日にコーネル大学同窓会に参加しこれに中国の国営報道機関は中国を分断する機頭を持つ反逆者と楽員を押した。中国政府は アメリカの政策転換に激怒した。1995年、中国人民解放軍副総参謀長の熊、光海中将は、もしアメリカが台湾に介入したら、中国は核ミサイルでロサンゼルスを破壊する。アメリカは台北よりロサンゼルスを心配した方が良いと、台湾海峡での武力紛争にアメリカが介入した場合、中国は、 ロサンゼルスに対して核攻撃を行う可能性があると表明した。1995年7月7日に、進化者は中国人民解放軍が行う弾道ミサイル試験を報じ、この地域の平和と安全を危険にさらすことになろうと指摘した。中国は台湾領内、法傾所の北6 0キロメートルに限った地域で7月21日から26日にかけて、 試験を行い、同時に復権省内の部隊を動員した。7月下旬から8月上旬にかけて、離島期取りの台湾海峡をめぐる政策を非難する多くの論評が、新華社と人民日報から発表された。1995年8月15日から25日にかけて、再び実弾を伴うミサイル発射が行われた。8月の海軍演習に続いて、 11月には、広範囲の陸海演習が行われた。これに対してアメリカは、ベトナム戦争以来最大級の軍事力を動員して、反応した。1996年3月に、クリントン大統領はこの地域に向けて、官邸の増強を命じた。当時この地域には、空母ニミッツとインディペンデンスを中心とした2つの空母戦闘軍がおり、ニミッツ空母戦闘軍は、 台湾海峡を通過した。この危機に対して1996年に中国の首脳部はアメリカ軍が台湾の援助に来航することを阻止できないと認めざるを得なかった。中国政府は台湾の総統選挙に関し、離登期に投票することは戦争を意味するというメッセージを送ろうとした。 3月23日の選挙の直前である3月8日から3月15日にかけての第3波の発射実験では、キールン市と高尾市の港から25マイルから35マイルの地点に向けてミサイルを発射した。この海域の船舶輸送は7割以上がこの2つの港の間を通り、発射実験区域が近かったため混乱に陥った。日本への航空便と太平洋を横断する。 航空便は、迂回が必要となって10分遅れ、高尾市と香港を航行する船に至っては2時間、分の迂回をしなければならなかった。1996年3月8日にアメリカは、すでに西太平洋に駐留していた、インディペンデンス空母戦闘軍を台湾近くの国際海域に展開すると発表した。翌日に中国は3月12日から20日にかけて、 宝庫県近郊で実弾演習を行うと発表した。3月11日にアメリカはさらにニミッツを中心とした空母戦闘軍をペルシャ湾から急行させた。3月15日には中国政府が3月18日から25日まで模擬上陸戦闘を行う計画を発表し、緊張はさらに高まった。2個の空母戦闘軍を派遣したことは、 台湾に向けた象徴的な行動となっただけでなく、アメリカ側が戦闘への即応性を整えていることを示すものであった。台湾政府と野党の民進党はアメリカの支援を歓迎したが、頑強な統一派総統候補、林陽光と中国はこれを外国の介入と非難した。これらの軍事的な実験及び演習の結果として、アメリカによる台湾への武器販売についての指示は、 強固なものとなり、日本とアメリカの軍事協力が強まって、台湾防衛に果たす日本の役割が高まることとなった。他方で中国は、アメリカ海軍戦闘軍が、中国人民解放軍海軍に確実に脅威を与えていることに気づくと、軍備増強を加速した。中国はそれから間もなく、ソブレメンの異級駆逐艦をロシアに注文した。これは、冷戦時代に、 アメリカ海軍の空母戦闘軍に対抗するために設計されたもので時期は理法国務院総理がモスクワを訪問した1996年12月半ばと言われるその後中国はさらにアメリカの空母戦闘軍に対抗する目的で近代的な攻撃型潜水艦と戦闘機を注文したさらに1998年には未完成のまま建造が中断されていた アドミラルクズネツオフ級航空母艦、バリアーグウクライナから取得し、これを零零一型航空母艦、両名として、完成、収益させた。2019年4月1日の産経新聞1面に、掲載された、連載記事、離島記広くによれば、1995年7月、初めに前もって、中国側から離島記の国策顧問で、台北在住のソヒサ主権に、に、 三週間後、弾道ミサイルを台湾に向け発射するが、慌てなくていいと連絡があり、それを李登輝に伝えたと証言している。蘇久試験は1992年には李登輝の使者として、北京で中国の要将根国家主席と面会し、軍総政治部連絡部長の要先例と極秘ルートを持つ立場だった。ありがとうございます。